CM のコーナー、ED ピアコ等々ですね、 T シャツに手を出してしまいました。基本的にはね、私がデザインした T シャツを日々、ね、新作をアップしてまいりますので、ドリフトだけにダダ滑りの T シャツぜひ、お買い求めください。こんにちは、 ED ピアコです。本日はさくら D6、 これね、まあ組み上げてちょこちょこっと転がしてはいるんですけれど、ちょこちょこっと転がしてはいるんですけれどもね、今日から一応段階を踏んで、一個一個ね、セッティングをしていきましょうということなんですが、今日はね、まずね、リアのプリ全抜きの状態、全緩めの状態からスタートしてるんですけど、これ一巻きずつどん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 テンションをかけていって、どこにしよっかなってところを探っていきます。そのまま多分フロントのプリも行くのかな。でフロントのプリ行った時に若干のアッカーマンも変わってくるんで、そのアッカーマンもっていう、その3本立てでお送りしていきたいと思います。ではどうぞ。でまずリアのプリなんですけど、どこで見ていこうかなっていうのあるんですけど、まずはこの細かいところの、なんて言うんでしょう、返しの部分ですよね、ここら辺ののところ見ていって、その後に直線ダッシュ、ある程度こっちでいいとこ出たらそのダッシュ見ようかなって思います。まずはゼロプリから。ゼロプリでどうでしょうか。まあ、とりあえずね、ゼロプリ何の違和感もなく普通に走っちゃうんですけども、とりあえず分かんないんで、まあ現状に満足せずにね、1入れたらどうなるか、1じゃ分かんないかな。正直言いますよ、ほぼ分かんないだから2、3巻き入れてみましょう。2、3でね、このペンとかでね印つけとくと分かりやすいですよねって話。3巻きいきます。正直言いますよ、ピンとこない4、5巻き。もうこれだけね、変えればね、分かるでしょう、いくら鈍感な人でも分かるでしょうよ。はい、いきます。
今ね画面外なんですよ。ここで振った時に止まる距離が変わった。全然止まんなかったよ、すっぽ抜けた。どうなんだろうな、今のは僕の単純なミスからなのかどうなんでしょう。もう一回やってみます。いいよ、抜けないな。ちょっと分かんなくなってきたぞ。6、7巻き、6、7巻き。もうこんだけ変わったらね、分かってほしいな。いや分かんねえのかこれ。いくぞー。ちょっとこっちだな、こっち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 、ここら辺だったかな。今ねここら辺で立ち上がりアンダー出ましたね。ある意味ケツが食ってるのかな。いやでもやっぱりそうだな、アンダー出たり、やっぱここでね、ここで振った角度止まらず流されて一瞬ちょっとねスピンモードっぽくなる。これが七巻きだったんで、もうこれ行き過ぎなんでしょうね。6、5、5でもその傾向が出ました。なので4に抑えておきましょう。6、いや7で7でストレート見てみましょう。そっちのが先だな。これもねパッと見分かるかなって感じなんですけど、7巻きいってみましょう。難しいんだな、やっぱな、七巻きな。なんだろう、ケツが先に抜けてくのかな。なので、五巻き。五巻き。五巻きでいってみます。ブルーのバズブレ、ここら辺でねスッて抜けたんですよ、ケツが。スッて抜けるとこあったんで、もしかして5巻きが4巻きになると調子いいのかなってことで、4巻き、3巻き、3巻きか、3巻きに戻してみましょう。
なんかサンマキ悪くなさそう。これ何周も何周もしていくんですよね。リアやってフロントやってアッカーマンやってアンプやってサーボやってジャイロやって、でまたリアやるんで、リア、うん、暫定でここで行きましょう。次フロントのプリ、これもね、うん、一巻きじゃ分かんない正直なので、二巻きずつプリかけていってみましょう。純正のバネがね、なんて言うでしょう、これ細か巻きの巻き巻き多いやつなので、そこら辺ももしかして言い訳か、それは言い訳か。もしかして2巻きはちょっとフロントが残るのかな、残るっていうかスピードがなんか僕の中でね、残るっていうかなんかなんつうんだろう、置いてかれる。4巻きいってみます。だからリアのは先行ってちょっと巻き気味になっちゃう。やっぱそうだな、そっち方向だな。もう一回、あーこれ僕には扱いにくいやつになってきました。4巻きダメですね。2巻き2巻きもその傾向が見えたんで、3、2、1巻き、3、2、1巻き、1巻きで一応確認して問題なかったらこれにしましょう。はい、決まり。リアが多分ね、2、3巻、何巻きだったこれ、1個、2個、3個、5、2個。はい、リア4、フロント1巻き、これでいってみましょう。で、次アッカーマンなんですけども、アッカーマンは僕は基本的には閉じてるところ、ちょっと閉じ気味かなってとこからスタートして、閉じ気味からスタートして抵抗ね、抵抗になるじゃないですか。抵抗がちょっと抜けたな、全抜けしたなーってところはやめといて、ちょっと抜けたなーぐらいでがいいんじゃないかなって僕は勝手に思ってます。とりあえず今すごいインに遠いからスタートします。
はい、では6、どんぐらいだろう、90度いかないぐらい、60度ぐらいか、60度ぐらいずつ左右ね開いて、短くしてか、パイロット短くしてちょっとだけフロント開きました。ちょっといい感じ。ただしちょっといいからってそこでストップせずにもうちょっと先もやってみましょう。また60度ずらしました。短くしたのか、タイロット。右奥のね、立ち上がりの瞬間が楽になるんですよね、だんだん開いてくると。用意ドン加速だ、みんな大好き用意ドン加速だね。ここら辺、ここら辺でスッてスルスルって立ち上がってくるやつ、だんだん開いてくるとそれが良くなってくる。まだまだいけそうだな、まだまだ楽になるな。ただしその楽を楽をっていくとね、だいたいいいことないんでね、少しね抵抗があるところに戻ってくるんですよね、最終的には。また開きました、また開きました。いや、これいいな、ここら辺いいな、多分ここになりそう。じゃあもう一回開いてみます。ここまでいくとどうなんだろうな。さあ、ちょっとね難しくなってくるんですよね。スルスルスルって言って突然なんか引きずられて変なスピンモードになるみたいな、僕の中の表現なんですけどね。なので戻します。今度は60じゃなくて
90度ぐらい戻しました。これ楽だな。で、くねくねしてるとこはやったから、今度はこっち、この辺かな。一応もう一周かな。悪くないので逆走。悪くないっしょ。というわけで1周目のリアプリテンションダンパーのね、でフロントのプリで、アッカーマン、アッカーマンやったら必ずジャイロのエンドポイント、これ必ずやっときましょう。ポイントやってで最終的に大丈夫かどうか確認して、このプリの話は終わりにしましょう。プリとアッカーマの話、とりあえず第1弾は終わりにしましょうかね。逆走。とりあえず問題なさそうでしょう。というわけで今回のこのセッティングは完了。次回はアンプやろっかな。キャンバー、いやキャンバーを下手にいじり出すとまた危ないんで、アンプやろう、アンプやろうと思います。では本日も動画最後までご覧いただきありがとうございました。
最後までご覧いただいたあなた、チャンネル登録は必ずよろしくお願いします。そしてグッドボタンかバッドボタン、さらにコメント、何か一言入れといてください。最後までありがとうございます。 EDP ヤコがお届けしました。次回はアンプヨコモです。そして今発見したんですが、これなんだ、何時、これ何時よね。まあいいんですけど、じゃあちょっと遊ぼうっと。